今週もくのじゅんチャンネルの時間がやってまいりました。どうぞよろしくお願いします。はい。ちょっとまた今日も関内神社の話じゃないので、少し、はい、宣伝といいますか、報告をさせてもらいますと、今発売中の花田に、記事が出ております。で、花田の4月号ですね、桜井翔の、インタビューがちょっと炎上したっていう件、まあ、炎上っていうのも、その炎上のに便乗して、私も桜井翔を叩くんじゃなくて、やっぱりね、我々が知らなきゃいけないことっていうのはどういうことなのかっていうのをね、建設的に書いたつもりですので、ぜひ、ご覧いただければと思います。もう15年ぶりに、花田編集長のもとで、書かせていただきましたけれども、あとは、はい、歴史群像の同じく4月号、これも今発売中でございますけれども、まさにこの、桜井翔さんが、取材した相手の吉岡正光さん、真珠湾攻撃に、もう本当に飛んでった、パイロットの最後の息の声でございますけれども、本当はパイロットって言っちゃダメなんですけどね、真珠湾攻撃に飛んでいった、97艦攻、偵察員、搭乗員だった方でございますが、花田の方ではそんな戦歴は詳しく書かなかったので、こっちの方は、しっかりと、戦争の経験自体を、書かせていただいております。よろしくお願いします。それと、丸でございますね。はい。丸は、軍事雑誌でございますけれども、丸の4月号にも、こちら、昨年亡くなられました、高橋淳さんという現役最高齢パイロットでギネスにも載ってる方なんですけれども、その方が亡くなられましたので追悼記事ということで書かせていただきました。はい、高橋淳さんには何度もお会いさせていただきまして貴重な話をお伺いできましたけれどもですね、はい、そういうところでお伺いした話を書かせていただいております。で、さらにそれと、これも、現在発売中といいますか、3月1日に発刊されました、明日への選択。これ、日本政策研究センターというシンクタンクが発行してるんでございますけれども、日本政策研究センターの方にお問い合わせいただければ、購入できますけれども、安倍元首相も毎号必ず、精読してくださっているという雑誌なんですが、こちらの方で、今の時期テーマ何がいいかなと思ったんですが、やっぱりコロナがなかなか収まらないので、1300年からもう2年過ぎちゃいましたけれども、日本書紀が伝える疫病克服の教訓ということで、こちらの記事を書かせていただきました。以前、夕刊フジとかでもいろいろ書きましたが、それを、ちょっとまとめながら、分かりやすく、知見をお伝えしたものとなっておりますので、はい、他の記事もね、読み応えのあるものが揃っておりますので、ぜひお読みいただければと思います。それとこの久しぶりに言いますけどね、堺ジャーナルという、ね、地元の地域新聞でございます。ミニコミ誌でございますけれども、そちらの方で相変わらず連載している、国防と神社、これ第48回ですよ。もう4年目に突入しましたね。丸4年。で、長州藩の昇魂者ということで書かせていただいております。はい。長州藩が、幕末を乗り切った、やっぱり克服し、それをね、牛耳ってたとか、ユダヤかとかいう人もいますけど、まずもってですよ。長州藩が、幕末を乗り切ることに多大な貢献したことは、これ間違いないわけでございますから、その長州藩が、例えば、なんで戦う、あれだけの戦う原動力があったのかっていうところで、実は見逃せないのが昇魂祭なんですね。何言ってるんだっていう人もいるかもしれませんけれども、やっぱり、戦って、国のために倒れた方は、やっぱり神として祀られる。そして、それは別に自分たちの趣味で戦ってる、遺跡が憎いから戦ってるのではなくて、昔のね、忠臣、それこそ楠木正成とか、ああいう忠臣が、そうしたようにですね、同じように国のために、戦って、ということ。そういうことがやっぱり共有されて、幕末の戦いというのがあったし、で、その結果、倒れた方を、神として祀る昇魂祭というのが復活したってね、これだって靖国神社が急にね、明治時代になって、ああいう発想ができたんじゃなくてというあたりを、これ連載で書いておりますので、前後の号もね、号は読めませんけども、前のやつとかは、インターネット上で、堺ジャーナルの公式サイトで以前の記事は読めますから、こちらの方もぜひ、ご覧いただければと思います。はい。
先週から言っております3月10日陸軍記念日の件なんでございますけれども、陸軍記念日、はい、陸軍記念日はこれも本当にしつこく言いますけれども、77年前は終戦まではもう小学生でも知っていた、記念日でございました。今この記念日を祝う人も少なくなってしまいましたが、この日はですね、日露戦争の明治38年に、この満州軍が奉天に入城したと、まあ、その日を記念して、記念日になったわけでございますが、奉天入城というのは何かというと、この奉天海戦でございますね。奉天海戦で、まあ、両軍が激突する、もう当時世界最大の陸戦でございます。アウステルリッツの戦いという、それから100年前のね、戦闘がそれまで史上最大の 陸戦決戦だったわけでございますけど、それを上回る、まあ、両軍60万 の, あのあ以前ちょっと35万と言ってすみません、35万はロシア側の兵力だから、ロシア側35万、日本側25万ほどの兵力で、合計60万の兵力で、ぶつかった、もう大陸戦でございます。で、これを、まあ、不利な兵力ではあるものにもかかわらず、日本軍が制して、で、まあ、日露戦争の陸戦の奇数を決したわけでございますね。海戦の奇数は5月27日の海軍記念日、と言われる、その、当時のね、明治38年5月27日は日本海海戦で、日本が大勝利をした。で、この陸戦と海戦の決定的勝利でもって、日露戦争は、まあ、勝利を決定づけたということなんでございますが、で、奉天海戦のですね、まあ、最高指揮官といえば、当時の満州軍総司令官の大山巌元帥ですね。で、そして、その中でですね、大山元帥を支えたのが、満州軍総参謀長の、小玉源太郎大将でございます。しかし、まあ、ここでね、忘れてはいけないのが、まあ、その前の旅順攻略戦から重要な役割を果たし続けた第三軍司令官の乃木希典大将でございます。で、前回はですね、陸軍記念日にあたって、まあ、どっちかというと昭和の陸軍の名誉回復しようみたいなね、まあ、言われなき悪行、なんか暴行みたいなのが、なんかこうね、濡れ衣着せられてるか、そういうのを話しましょうという話だったと思うんですけども、まあ、この実はね、じゃあ、日露戦争の時の陸軍は今でも別に悪く言われてないようなこと言うと、そうじゃないんですよ。このやっぱり日露戦争の勝利に大きく貢献した、いや、まあ、もうこの方がいらっしゃらなかったらね、もう日露戦争をああいうふうに勝てたかどうかもおぼつかない、それに乃木希典大将が実はね、戦後ディスられてるんですね。なんていうのかな、私はもう各地でね、毎月とか毎週のように何かしら歴史の講座とかをやってるわけでございますけれども、で、その乃木希典大将についてね、なんかちょっと一過言ある方がいるわけですよ。まあ、おそらくは司馬遼太郎の坂の上の雲を読んだことがある方だと思うんですけれども、まあ、実はね、歴史講座とかでもなんか質問してくる人とか、意見をわーわー言ってくる人とかで、まあ、ちょっと一番参加してくださってる、お金を払って参加してくださってる以上、厄介というのはちょっと失礼なかもしれませんけど、ちょっとこっちもね、答えに困る方がですね、なんかこう、全く勉強してない人ではないんですね。全く勉強してない人は逆に素直に、これはどういうことですか、これは何なんですか、これはどういう意味ですかってね、普通に聞いてくるわけですけど、ちょっと知ってる人、あるいはなんか特定の偏ったものを読んでそれを信じ込んでる人っていうのが、ちょっと困るんですよね。例えば なんちゃら先生はこういうふうに書いてるんですけどどうですかとかね、いや、それなんちゃら先生の意見だけでしょうって、しかも根拠がない意見とかね、そういうのなんかどう思いますかとか言って、まあ、根拠はないでしょうねって答えるしかないんですけれども、で、あとはもう一つ、その司馬遼太郎のその坂の上の雲を読んだとおぼしき、まあ、ちょっと おじさまとかがですね、なんかこう、乃木希典は武将だったらしいですけれども、なんで、あなたはそんな褒めてるんですかとかね、そういうなんかこう、特定の偏った、しかもまあ悪いですけれども、根拠がなかったり、薄かったりするような話をもとに、わーっと言ってくれると困るんですが、で、乃木希典大将についてもですね、いわゆる愛国的な方の中でもですね、まあ武将だった、大したことない将軍なのに、なんかあそこまで抜擢されたっていう、そういうふうに信じ込まされてる方が多いんですよ。ね。まあ、私は普段言ってるのはですね、神社の神様として祭神として祀られていればやっぱりもう相当の人物だったはずですよというのは言ってるんですね。まあ、靖国神社はあらゆるね、殉難者戦没者を祀っているから、まあ、ちょっと別枠なのかもしれませんけれども、特定個人をやっぱりお祭りしている神社ってあるわけですね。乃木大将だったら乃木神社で、そういう乃木神社がわざわざあんな各地にできてるぐらいだから、よほどの方だと思いませんかっていう言い方はしてるんですけど、まあ、それでもそしたらなんか神社とかね、まあ、興味ない人だったらなんかだから
なんだって言うでしょうから、でまあここでですね、まあ今日はちょっとこの後の時間、乃木大将のことをねお話ししようと思うわけですけれども、乃木大将のまあ名誉回復というとなんですけども、まあ本来だったらねわざわざ回復なんていうのもおこがましいような話ですけれども、まあいわゆる言われなき批判というのが、まあ実はこれね後で述べる通り戦後だけじゃなくて戦前にもちょこちょことあったんですが、まあそういうものに対してまあ本当に丁寧に逐一反駁したものとしては、まあ決定版というのがまあこの本でございます。乃木マレスケと日露戦争の真実、まあ、この本が本当に詳細に書いてるんですね。この書かれたのは桑原武さんというのが、この方は実は元陸軍軍人です。ちょっとプロフィールを簡単に申し上げますと、まあ、この本のプロフィール欄に書いてあるものをねお伝えしますと、大正8年大分県生まれ、昭和14年陸軍士官学校卒、52期陸軍士官学校52期陸軍士官学校52期の方はもういらっしゃらないんじゃないかな。50期という方はお一人いるんですよ。105歳の堀江正夫さんという方が、この方実は50期卒業で、105歳でご存命なんですけど、52期の方が逆にもうね、いらっしゃらないかもしれませんね。はい。で、昭和18年、中野学校生、だから中野学校に配属されたということは、よほどね、そういう、まあ、頭も切れるし、人格的にも信頼されてたんだと思います。で、南方軍遊撃隊司令部付き、過去光機関。光機関ってあれですよね、まあ、インドとかビルマにかけてのああいう戦部工作、つまりあちらのイギリスからの独立を、こう支援するための機関、あれ、まあ、謀略機関といいますか、特務機関でございますよね。で、インド国民軍第二師団連絡将校などを経て、昭和21年復員、陸軍少佐。昭和26年警察予備隊、陸上自衛隊入隊、学校教官司令部幕僚各級、部隊長などを歴任し、昭和47年退官、陸将補。昭和57年から平成4年まで中央乃木会事務局長、また昭和57年から中央乃木会理事を務める。昭和16年逝去ね。だからもうお亡くなりになったんです。20年近く前にですね。だから私は実はこの方にお会いする機会がありませんでした。大変残念なんですけれども。で、まあ、中央乃木会理事ということは、そのつまり中央乃木会っていうのは東京のその乃木神社の崇恵会でございますので、その関係者やったらそれは乃木さんをなんかひいき目に見るの当たり前じゃないかという人もいるかもしれませんが、そうじゃなくてですね、いや乃木さんをとにかく褒めたたえろとかそんなこと言ってないわけですよ。なんかこう乃木さんに対する批判の中でこれは違うんじゃないかっていうのを本当にね、論理的に細かい資料も紐解きながら、なおかつ他のなんか国の事例をなんかなんか日本書紀でいうアルフミ曰くみたいなね、そんなものまで集積して丁寧に書いてくれてるのがこの本なんでございますね。はい。で、この前書きで、まあ、その思いを書いてるわけですよ。なんで乃木さんを、まあ、再評価しなきゃいけないかってね。戦前世界的名将として広く日本国民はもちろん全世界の人々から尊敬されていた乃木大将が戦後一転して愚将、愚かな将軍と言われるに至ったのはもちろん時代の変遷に伴う価値観の変化にもよるが、戦前においても一部の者の中に存在した乃木大将は立派な軍人であったが戦は下手だったという評価が、戦後になってマスコミの時流に乗った人気作家の著作によって爆発的に喧伝されたからである、人気作家というのはこれが、まあ、明らかに司馬遼太郎なんでございますけれどもですね。はい。で、まあそういう中でですね、で、その戦前においてもちょっと乃木大将を、まあちょっとディスってた方々のちょっとささやかなそういう存在というのが、実はこれがちょっとしたやっぱり問題なんだろうと。だから、このさっきの前書きのそのもうちょっと飛ばした後の方にですね、旧陸軍大学校の戦士教育の誤りが日本陸軍の敗戦をもたらしたものといっても決して過言ではない。本書の中においても具体的にこの点に触れているが、その陸大の教材をもとにして書かれたと思われる司馬遼太郎氏の乃木マレスケ感が一世を風靡しているのが今日の現状である。だからね、これ本当にねじれ現象といいますか、司馬遼太郎の坂の上の雲、まあ、ちょっともうあえてスライドには出せませんでしたけども、司馬遼太郎の坂の上の雲というのはいわゆる戦前批判、つまり戦前の日本は間違ってた、特に陸軍はとんでもない組織だった、まあ司馬遼太郎自身が陸軍にいたわけですよ。戦車部隊にいて、なんかそこでなんかいろいろしごかれたりとかして散々恨み事を言ってるわけですが、で、その個人的感情はもう否定しませんよ。もうそういう経験をしたんだったらもうそう思うのは仕方ないかなと思うところもあるんですが、ただ戦前を批判する、特に昭和、戦前昭和を批判してるはずの司馬遼太郎さんが根拠に置いてる、まあ、資料というかね、そういう話が戦前の陸大の、まあ
教材だというこの究極のジレンマというか究極の矛盾ですよね。それをしっかりと指摘しているというだけでもこの本はね、ちょっと価値があるわけでございますけれども、はい。で、まず、まあ、乃木希典大将が、まあ、無能というか、なんかこう、無能な上に、なんか、なんていうの、無能なのに、なんかいろんなコネというかね、なんかこう、情実人事、つまり人と人とのつながりでもって、なんかうまいこと優遇してもらったみたいな、まあ、そういうイメージというのが、司馬遼太郎の小説のもとになってるわけでございますけれども、ただね、司馬遼太郎が若い頃、まあ本当に言い方によったら、幼い頃からね、幼い頃から、若い頃から、大変な能力を発揮してたということを、まあ、まずは、お示し、この本の最初の方で示してるわけですけどもね、はい。乃木希典が正式に陸軍に入ったのは、明治4年、ね、明治4年に薩摩の黒田清隆の推薦によって、陸軍少佐として陸軍に入ったわけです。だから実は例えばね、乃木希典が長州藩の、まあ、先輩とかになんかこう、なんか私ちょっと陸軍で偉くなりたいんでお願いしますわとか言ってなんかこう、ごますってたんだったらともかく、まあやっぱりね、縄張り、当時の明治新政府の明治新政府というと、あとはその陸軍海軍の軍の中においても、いわゆる縄張り争いみたいなことをしてたであろう、薩摩と長州の、その長州出身の乃木希典が、その薩摩の、黒田清隆の推薦によって陸に入った、これ興味深いですよね。で、しかも22歳で、いきなり陸軍少佐に任命された。ね、今22歳っつったら、まだ防衛大学校の学生ですよ、これね。まあ、今、生徒って言わなきゃいけない。防衛大学校の生徒ですよ。で、今から任官するために、幹部候補生学校とか、そういう年齢でも、いきなり陸軍少佐になってたんですね。で、しかも、まあ、それだけだとピンとこないだろうからということで、他の将軍の、まあ、陸軍に入った時の階級や年齢を見てみるとということなんですが、例えば、乃木希典が第3軍司令官だったわけですけれどもね、日露戦争で。じゃあ、第1軍、第2軍の同じく司令官はどうだったかというと、黒木為元は27歳で大尉として陸軍入隊。で、奥安方は25歳で大尉心得として、まあ、陸軍に入っていると。まあ、それを考えるだけでもですね、22歳で陸軍少佐として入ってある。これがもう破格の、まあ、やっぱり抜擢というか、それぐらい、まあ、能力を認められてたということなんですね。まあ、ついでに言うと、児玉源太郎、後でも出てきます。児玉源太郎は、まあ、同じ明治4年に入ってるんですが、准少尉だから、19歳で准少尉という、まあ、19歳だから若くして入ったんだけども、まだわずか少尉ですよね。だからそういう意味で言えば、本当に乃木希典大将が将来を嘱望されて陸軍に入ったということが分かろうということなんですが、で、まあ、この本全部紹介するわけにはいきませんけど、かいつまんで言うとね、第4章が旅順要塞を攻略せよ。はい。これね、乃木希典大将が、旅順要塞を攻略したんだけれども、すごい損害を出したってね。普通の本ってもう大体そう書いてありますよ。まあ、旅順要塞攻略して、乃木大将自身はね、英雄として祭り上げられるようになったのかもしれないけど、めちゃくちゃ人死んだでしょと。5万人以上が死傷したでしょってね。そういうことを、わーっと言う人がいるんですが、まあ、これはね、やっぱり戦史を知らない、まあ、戦争の歴史を知らない人の言い分ですよね。まあ、単純比較はできませんけれども、日露戦争よりはるか前、50年前ですね、同じくロシアの要塞を攻撃したセバストポリの戦いってなったんです。あれ、イギリス軍、フランス軍が10万人戦死したんですよ。死傷じゃない、だから死傷者ではもうもっと何十万人も膨れ上がると思うんですけど、戦死だけでも10万人ですよ。だからそれから50年経った、さらにこう強大化されたロシアの要塞を、わずか5万名の、まあ、死傷者ですね。だから戦死者で言えば1万名ほどなわけですけど、それで攻略したというのは、これも画期的なこと、すごいことなわけですよ。ね。さらにその 今度は逆に、日露戦争から10年後ぐらいのね、ソンムの戦いってありました。同じく、英仏連合軍、これドイツの戦いですね。塹壕戦だったわけです。その時はもう1日10万名の死者とか出たわけですね。
戦いの最中にね。だからもう それぐらいあの、まあ、その敵が固く守っているところに攻めかかるというのはもう大変な損害を生むものなんですが、そうした戦い、あの古今の戦いに比べて恐ろしく少ない損害で旅順を攻略した。まあもちろん、いやそれでも人が死んだからとにかくダメだとか言う、そういう人はもうちょっとこの話の今できれば加わらないでくださいっていう感じなんですけどもね。はい。まともに戦死という戦争の歴史、あるいはまあそういうあのデータ的なものというと、あの向き合って論理的な話しないんだったら、まずもってこの点で、乃木将軍がもう無能だったというのは金輪際やめていただきたいということになるわけですが、でそもそもじゃあなぜ乃木将軍が旅順攻略戦を担当する第三軍の、司令官になったのか。実はね、もう乃木大将はその前にね、もう予備役に編入されてですよ。もうあの何もなければ、もうあの悠々自適のおじいちゃんとしてのね、老後の暮らしみたいな感じだったのを、それが第三軍にね、呼び戻されたわけでございますね。はい。で、そのじゃあ第三軍に呼び戻された、その理由が何かというとですね、まあこれは、あの、司馬遼太郎は坂の上の雲という小説でこういうふうに書いてあるということなんですね。野戦の総司令官には、薩摩の大山巌が座った満州軍総司令官ですね。で、さらには野戦各軍のうち、戦略上過干渉を期待された第一軍司令官の職には、薩摩の、黒木為元がついている。第二軍の奥は伐外だが、第四軍の野津は薩摩であった。が、このことを山形が寂しがった。一人ぐらい長州人を入れてもいいではないか、と言い出して、そういう配慮から第三軍司令官を選ぶについて、長州人の乃木希は指名されたね。ちなみにこういう書き方をしてる、こんな自信満々に書いてるから、あそうなのか、まあまあ全くなんか根拠なく言ってるわけはないだろうなってまあ読者は思うかもしれませんが、全く根拠ありません。まあだから小説だから許されるんですね、そんな全く根拠がなくて、かつ乃木大将をなんかすごい侮辱するようなことを書いても、でもこれはまた信じちゃうわけですよ。なんかあの乃木本じゃないと、芝ファンは、いや芝ファンに対してなんか文句言うつもりはないし、司馬遼太郎の小説自体を貶めるつもりはないんですけど、ただこれは嘘だ、事実とは違うということはやっぱり言わなきゃいけないわけですね。だからあのこの著者の、桑原、さんもですね、あの、まあ、いかにも本当らしいが、まさに偏見独断無知そのものというほかないという、まあそういうふうな、ふうに書いています。はい。まあ、その、例えば、某将としてはね、乃木が第三軍司令官に任命されたときは、まだ大山は総司令官に任命されておらず、第四軍もその名のごとくまだ編成されない。そうです。第三軍が編成された後に第四軍が編成されるわけであって、だから、その、第一軍から第四軍までで長州人が一人もいないからとか、そういう話自体が、あの、成り立たないということですね。はい。山形が寂しがる必要など、まだ少しも起こってないというのは皮肉たっぷりに書いてますけど、まあ、本当に、あの、乃木が日露戦争に参戦することになった指揮官としてね、司令官として行くことになった始まりから、まあ、司馬遼太郎という人はちょっと、まあ、ディスってるというか、まあ、本当のことではないことを根拠に、いちゃもんつけてるわけでございますね。はい。で、その次にね、まず、旅順攻略戦の最初に、まあ、乃木希は、降伏勧告をするわけです。まあ、当然ですよね。大規模な要塞で、なんかこう、無用な戦いを避けることができれば、損害も、防ぐことができるということで、降伏勧告をするわけですよ。はい。だから、明治37年の8月16日に、乃木希の軍師がですね、ロシア軍に対して覚書を渡して、で、それを、まあ、その降伏勧告だったわけですけど、ロシア側が翌日拒否したと。まあ、降伏はしません。ここを通りたければ戦って通れと言ったわけですけども、で、それをまた司馬遼太郎がこういうふうに書いてるわけですね。参謀長伊地知幸助、まあ、これも名参謀長なんですが、同じくディスられてる人ですよ。で、その参謀長は、この総攻撃開始までの間に、今一つ劇的な手を打った。敵の旅順要塞司令官、アナトーリー・ミハエルビッチ・ステッセルに対し、戦わざる前に降伏を勧告したことであった。この突如の勧告にステッセルは驚いたことであろう。由来、日本人の慣例として、主に戦国時代の敵上の行為を完了したとき、何らかの方法で降伏を勧告する。日本戦士は単一民族の間に行われた国内戦であり、それだけに敵味方とも何らの縁故で結ばれていることが多く、降伏勧告もその点で無意味ではなかった。だけれども、あのロシア人に対してね、そんなことをするのは馬鹿げてると、はい、
まあ、つまり西洋の場合は敵が傷つき、ついに戦力の大半を使い果たした時、とどめを刺す以前に降伏を勧告するのが通例であり、ステッセルもロシア人である以上その常識しか知らない。第三軍司令部から派遣された降伏勧告使は陸軍砲兵少佐山岡熊次であった。しかしながらステッセルはこれを厳しく跳ねつけただけでなく、この降伏勧告は旅順要塞における4万4000のロシア将兵の戦意を沸騰させ、逆に彼らの士気と団結を高めしめる結果になったっていうね。なんかこう、余計そんな余計なことしたから、ま、いやそれで苦戦することになったんじゃないかバーカみたいな、そんなことをなんか書いてるわけですけれども、いやいやいや、普通に降伏勧告ありますからね、他の国の戦いでも。でそれをなんかいちいちなんか、はい、なんか何かを見つけて一ディスるってね、なんか一部野党がなんか政権になんかイチャモンつけるような感じで似てますけれども、まあこれも著者はね、第一ステッセルが日本軍からこんな勧告があった、これののあの敵のアホな野木はこんな勧告してきよったでとか言って、この日本軍からこんな勧告があったなどわざわざ部下将兵に公表するだろうか、ね、この事実を捨てるのはステッセルとその主要な幹部の一部に限られているのがと考えるのが常識であるってね。なんかもう乃木さんを、乃木大将をディスるためにもあらゆることをもうペラ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 言ってるという、これがまあ司馬遼太郎の特徴なんでございますけれども、でその後まあ旅順要塞はでもやっぱり固くてですね、第1回第2回第3回の総攻撃でやっと陥落するわけですけれども、で第1回第2回とも大損害を出しました。しかしまあその第1回第2回の総攻撃は無駄であったわけではなくてですね、第1回でまあ大体敵のその攻撃力を、つまり要塞の硬さとか敵の攻撃方法を把握して、で第2回では、それを知った上でそこそこの損害をロシア軍にも与えて、でついに第3回で攻略するわけですけど、その第2回の総攻撃についてもね、司馬遼太郎はすごいなんかこう文句ばっかり言ってるんですけれども、どこだったかな、まあ、まあ、司馬遼太郎が文句を言ってるのはもう文句はちょっとここでは取り上げずに、その第2回総攻撃もね、無駄だったみたいなことを司馬遼太郎は書いてるんですよ。第1回に至ってはなんか、本当はうまく戦えば第1回で旅順要塞落ちてたとか書いてるんですけど、そらさかに無理だろうって普通に考えたら思うんですけれども、で、第2回の総攻撃だって、日本軍の兵力は約4万4100名で、戦死傷者、だから死んだ人と気づいた人が3830名。で、ロシア軍の参加兵力は3万2500名で、戦死、行方不明、負傷、合計4532。ね、ちょっと細かい数字で申し訳ないけれども。で、つまり、損害の絶対数においても、その割合においても、日本軍の損害より、ロシア軍の損害の方が、はるかに上回ってるんじゃないか。そういう戦いをちゃんと続けてた。これがロシア軍にとってはやっぱり、すごいプレッシャーになるわけですよ。このまま何回か戦い続けていくたびに自分の損害の方が多ければ絶対最後やられちゃうわけですから、このままやられちゃうんじゃないかって、もうこれはね、戦場においてはもう計り知れないプレッシャーになるわけですね。当然まあ、乃木希典を悪く言うことしか考えてない この少なくともこの小説においては考えてない乃木、司馬遼太郎さんはそういうことをあまり興味ないんでしょうけどね。ちなみにその時にね、203コーチの話もよく出てくるじゃないですか。で203コーチはこれもその戦士とか戦術の教官も務めたこの著者からすれば、203コーチは実はあまり重要じゃなかったと。だから203コーチを攻略したからって203コーチまで大砲を上げるなんて大変だし、そんなことに時間をかけてるんだったら別の手を打たないといけないと。でだからそれ、しかし現場のそういう状況を知らない東京の大本営は、203コーチせめて旅順攻略をすぐにできないんだったら203コーチだけでもちょっと奪って、それで戦意を高める、あるいはなんかこう、なんかなんでいつになったら旅順攻略できるんだってイライラしてる国民をちょっと納得させるとか、そういうことを考え出すわけですね。ところが203コーチなんでいちいち攻めるだけの価値はないっていうのは、これは第三軍だけじゃなくて、その上級部隊のさっき言った大山岩尾総司令官のその満州軍だって、同じ認識だったわけです。だけれどもしつこくも大本営からのその命令があるから、まあ、あえて203コーチをまあ、あえて、攻略することになったわけですよね。
でところが、まあ、そういう戦士的な戦争の、まあ、そういう専門的なところが分からない司馬太郎さんはですね、こういうことを書いてあるわけですよ。同じく坂の上の雲に、乃木軍の作戦のまずさとそれを癌として変えようとしない頑固さは、東京の大本営にとってはすでに癌のようになっていたと。ことは簡単なはずであった。攻撃の主力を203高地に向ければよいのだ。それだけのことがなぜできないのかということである。203高地さえ落とせば、たとえ全要塞が落ちなくても港内艦隊を沈めることができ、まあ、この沈むことができて簡単に言うけど、もうそうならないという話なんですね。で、旅順攻撃の作戦目的が達することができる。兵力を損耗することもより少なくて済むであろう。ね。ちょっと中略しますけれども、頼むから203高地をやってくれと連絡会議ごとに陸軍側に懇請した。陸軍側もその意見でいると。ね。海軍が言ったということなんですけど、ところが現地の乃木軍が癌として効かないためどうすることもできなかった。もう乃木がアホやから全然進まないとか言ってるわけですが、まあ、もうそんなことは全くないですよと、この著者も、繰り返し言ってるわけでございます。で、結局乃木軍は第1回総攻撃、第2回総攻撃と損害を受けながらも、それでいろんな、まあ、攻撃方法を、構想して確立して、それで最後ついに落とすわけで、その時にやっぱり砲兵の有効活用、つまりこれもね、乃木大将がいたずらにこう突撃を繰り返させて損害増えたとかいう思ってる人いますけど、いや、そんなこと全くなくて、もう敵からすれば、特に敵からすればすごく砲撃を有効活用、ね、されて、いろんなところに打ち込まれて、その度にロシア軍の、まあ、守りの要であるような、まあ、砲台とかいろんな陣地がやられていった。だからこれロシア軍側が一番よく分かってるわけですね。はい。で、それをわざわざありもしない話をなんかこう、書いてるんですよ。なんか、これですね、そのステッセルが、そのロシア側の司令官が帰国するために旅順から大連へ向かう途中でなんか喋ったとか言ってるんですけれども、まあステッセルが言った言葉として、どうも日本軍の砲兵は火力を分散する小壁がある、まあ、癖があったと。で、特に工場初期においてはそうで、かの、まあ、その倒るときにちょうど旅順を通ったから、あそこのまあ、ここをまあ、やっちゃえばよかったのに、まあ、分散させるから、こっちは持ち越えたことができたんだ、イエーイみたいなことを言ったんだけれども、まあ、ただし、末期においては感服すべき程度にまで進歩したとかでね、はじめ減ったくそだったけれども、まあ、最後ちょっと上手くなったんちゃうかとか言ったけど、これも、そんなこと言ってないという話ですので、もうね、捏造してまで乃木大将をディスる、ね、恐ろしい執念でございます。はい。まあ、その執念で日本のことを素晴らしいと書いてくれてる小説もあるんですけれどもね、坂の上の雲という小説一つあるだけで、私はもう私の司馬太郎評価はもうガタ落ちですよ、これね。もうあと少しだけお付き合いください。はい。で、あ、そうだ、その時にね、あれですよ、坂の上の雲ドラマになって、まあ、結構好評だったらしいですけれども、そのやっぱり司馬太郎 の小説が元になっているだけあって、そのドラマ坂の上の雲ね、 NHK で初めてまあ、映画化もドラマ化もそれまで されてなかった坂の上の雲が初めて、ドラマ化された時の配役がですよ、はい、乃木大将が柄本明で、それを支えた名参謀長だったはずの伊地知公介、少将が、村田裕子ですね。まあ、どっちもギャグ漫画じゃない、そのなんか コントとかにばっかり出てくるような人じゃないですか。別に私は好きなんですよ。柄本明、例えばその太平記だと河野室蘭を役になって、悪党っぽい役をもう本当に講演してましたよね。で、村田裕子も私は結構好きなんですけれども、しかし、なんか国民的英雄の配役とはちょっと違う気がしますよね。なんせ、だって、東郷平八郎は渡哲也がやってね。で、まあ、魚の雲の主人公の、秋山兄弟が、それぞれ、あれですよね、安倍博士と、もっくんがやってるわけですから、だからそれに比べると陸軍のツートップが なんか、ね、柄本明と村田裕子でちょっと違うんじゃないか、あるいは少なくとも立派な人物を描こうとしてるんじゃないんじゃないかね。何を隠そう、私ね、柄本明が出るって、なんかこう、キャストが出た時、絶対安住子の役だと思い込んでたぐらいですからね。はい。まあ、それ余計な話ですけれども。はい。で、
で、それで次ですよ。で、法典改正、3月10日の陸軍記念日直で、関係する法典改正でございましたけれども、で、法典改正、これ難しい話はもうここではしませんけれども、その敵のね、そのクロパトキン司令官にとって、やっぱり法典改正は、まあ、第1軍、第2軍、第3軍とそれぞれで展開するわけですけれども、もうほんぼ、ずっと気をもんでたのは、乃木の第3軍はどれかってことですよ。もうあの絶対落ちないと思ってた、陥落しないと思ってた、あの、旅順要塞を攻略しちゃったわけですが、そのとんでもない強い、もう神様のような司令官の軍隊である、その乃木軍がどこにいるのかと、もうそこをまずもって、まだ兵力に余裕のあつに徹底的に潰さなきゃダメなんで、そういう意識のもとで、乃木軍がどこかっていうことばっかり考えて、それに、逆に、惑わされるというか、それに引きずられる形で、法典改正というのが、まあ、展開するわけでございますけれども、で、その上で、乃木大将は敵の、ね、集中攻撃を受けたりするんだけど、それをなんとかしのいで、最後の勝利に貢献するわけです。で、その時にもね、乃木、坂の上の雲はなんかわけわからん批判をしてるんですよ。その戦闘が終結に近づいた3月8日にですね、敵のロシア軍が、一旦退却して、これでもこの退却は、退却して軍勢をもう一回だけまとめて、それで最後の攻勢に出るための、そういう、まあ戦略的な退却だったわけですが、で、乃木大将はそれを即座に見抜いて、対応、つまりそれを深追いしたりとかしなかったわけですけども、それをまたね、司馬太郎がね、どの戦線も三河で固めたように膠着し、作戦においてロシア軍に勝つという自信のもとに、あれほど精緻に練り上げた計画も、現実面では少しも進まず、この分では将棋でいう差し切り、になって攻撃側の日本軍自身が攻勢姿勢のまま大崩壊してしまうという危険さえはらみ始めた。特に左翼から方典に向かって迂回運動をしている乃木軍がどうにも弱かった。乃木軍の前衛は優勢な敵のために回乱と退却を繰り返しているような状況であり、第三軍を遠く北方へ尿海へと、迂回させる、してしめて方典の即敗をつかしめんとすという、総司令部が立案当初最も自信のあった計画のその部分から瓦解してしまうかもしれない。乃木閣下も困ったものだという声が総司令部で憎悪を込めて毎日囁かれ続け、さらに若い参謀までが、第三軍の幕僚はいつまで、下手な戦をするつもりかと旅順での不手際を含めて罵ったりした。だから旅順で失敗したっていうのと法典で役に立たなかったというのはこれセットなんですね、司馬太郎にとって。でもどっちも乃木大将がいなかったら勝てなかったような戦なんですよね。もちろんそれ以外の将軍も頑張ったし、一人一人の将兵が本当にね、命がけで国のために戦ってくださった。まあ、司馬太郎さんも、それに対する思い、まあもちろん自分が一兵卒としてね、戦車中隊にいたから、一兵卒の大変さは分かってるはずなので、ね、本当は分かってるのかもしれませんが、こういう書き方をしたことで全部パーですよね。司馬太郎さんの他の作品にまで傷をつけやしないかというふうに、まあ、私ごときが心配するまでもないのかもしれませんが、で、そういうふうな、ディスり方をしている司馬太郎ですが、まあ、これが全くそのね、そういう司馬太郎一人のオリジナルなんじゃなくて、さっきも言ったように、陸大の、まあ、司馬太郎だって、問題視しているであろう、陸軍大学校の、まあ、教材が根拠になってそうなっているということなんですが、まあ、それを総括する形で、第8章の乃木陽小説、凡庸なね、愚かな将軍説を究明するということで、で、乃木大将が、なんで、なんかこう、大したことないと。だからまあ人格的には高潔だけれども戦は下手だったっていう話が出てきたかというと、はい、まあ最初のところにも通じますが、戦前国民的英雄として国民崇敬の的であった乃木大将が戦後一部の者からとはいえ愚将とまで言われるようになったのは、社会の混乱による価値観の変化と言ってしまえばそれまでだが、その根はやはり戦前にもあったような気がする。それがたまたま気をてらう流行作家の手によって爆発的に世に牽念され、まあ縛れたのね、でいつの間にかさも真実のように思われてきたからであると。でだからそれをちゃんと正すんだったら、その戦前まで遡ってそれをちょっとね、究明しなきゃいけないということで、詳しく最後に書いているわけですけれども、で、まず第一に考えられるのは、大将に対する嫉妬ね。やっぱり、さっきも言った通り、陸軍入るときからすごい大抜擢だったし、で、やっぱり陸軍抜であんなにとかいうね、いろいろ思う人がいるわけですよ。で、そういう中で、やっぱり戦士教官だった、陸軍大学校の戦士を教える立場にあった将軍が、自分の、まあ、お世話になった将軍とか、贔屓にしている将軍が別にいた場合に、乃木大将のことを、まあ、あえて、まあ、悪く言うとちょっといろいろ言われるでしょうか、ちょっと大したことない、なんか将軍であるように、書いたりとか、教えたりとか、そういうことがあったんじゃないかというふうに
に言われてるわけですが、まあ本来はねそういうのは些細なことです、そういう意見もあるんだねっていうぐらいに聞き流して、でも国民的英雄なんだと。で何よりね戦時中の大変な時にも乃木神社がこうやって守られてね、あの各地に創建されていったんで、そういう先人の歩みの中で乃木大将が崇敬されてきたのを尊重しようじゃないかっていう、いやあの素直な心があればなんてことなかったわけですよ。これ前回も言いましたよね、素直さが大事ですよ。だから乃木神社があるぐらいなんだから乃木大将すごい人だったに違いないでしょ。例えばお札だから福沢諭吉を悪く言うような本、私小学校時代読んだんですけど、でもお札になってぐらいだからやっぱりすごい人だったんじゃないかって、やっぱりこの素直さは私はあったわけですよね。で、まさに乃木神社を建てて守ってきた祖父母、まあこれお、まあ、祖父母だけじゃなくて父母もそうだし自分と同じ世代もそうだけども、それだけ乃木神社を守ろうという人がいるってことは、それやっぱりそういうね、なんかこうそういう先人たちの価値判断とかそういうのに耐えて残ってきた、まあ、評価だったり乃木大将に対する警護だったりするわけだから、祖父母の代に対する信頼さえあれば乃木大将への評価も取り戻せるはずだから、こういうところからしっかり取り戻していきましょうと、ね、その上で3月10日陸軍記念日を迎えましょうと、まあ、あのできれば毎年そういうのをちょっとね考える機会になればと思って、で今回ちょっと乃木大将のことをいろいろあのお話ししましたが、占領軍にとっては、あるいは占領軍におもねった日本国内の一部勢力にとっては、ね、あの戦前最も尊敬された軍人が乃木大将、東郷元帥ですから、だからその2人を貶めてしまえば陸海軍まとめてね、あの貶められるとでも思ったんでしょうけれども、いやそうはいかないぞということをですね、現代から乃木大将を、まあ、再評価するというのもさっき言ったようにおこがましい話ですけれども、捉え直すことでやっぱりあの戦前のね等身大の日本、あるいはそれを仰ぎ見るということに少しでも近づけるんじゃないかと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。3月10日毎年、はい、一緒に志を同じく迎えられたらなんて素敵かなと思っておりますが、引き続きよろしくお願いします。